メルブランクは、アメリカ合衆国の声優、俳優、コメディアン、司会者。カリフォルニア州のサンフランシスコ出身。代表作に、ルーニートゥーンズのバックスバニー、ダフィーダック、トゥイーティー、原始家族、フリントストーンのバーニーラブルなどがある。カリフォルニア州、サンフランシスコ北部で生まれ、オレゴン州ポートランドで育つ。リンカーン高校卒業後、 カリフォルニア州ロサンゼルスハリウッドに移住し、そこで妻となる女性と知り合い、1933年に結婚。1927年から音楽家、声優、俳優としてラジオを中心に活動。1933年からラジオ出演のため、ポートランドに戻っていたが、その番組が1935年に終了した後は、ロサンゼルスに再び移住。 ワーナーブラザース作品によく出演しており、一人で複数な役を務めることも少なくなかった。また、1960年代からは、ハンナ・バーベラプロダクション制作のテレビアニメにも出演し始め、原始家族、フリントストーン、秘密探偵クルクル、ペネロピー絶対絶命などで、主演は、もちろんのこと、脇役に至るまで様々な役を演じた。 1961年にサンセット大通りで交通事故に遭い昏睡状態となる。回復は絶望的とされ、一部新聞では死亡したと報道されたが、事故の3週間後に意識を回復し、声優に復帰。1989年5月19日に体調不良を訴えシーダーズ市内医療センターに入院したものの、7月10日に心臓病のため死去。 墓は、ハリウッドフォーエバー墓地にある。歌手としても1948年に、ザ・ウッディー・ウッド・ペッカー・ソング、1951年に、アイ・トー・ト・アイ・ター・エー・プディ・タットなどをヒットさせている。息子は、声優のノエル・ブランク。 1937年、1938年、1939年、1940年、1942年、1943年、1944年、1946年、1951年、1962年、1966年。 時期不明1957年1958年1960年1962年1964年1965年1966年1967年1969年1970年1971年1972年1973年1974年1975年1976年 1977年、1978年、1979年、1980年、1981年、1982年、1984年、1986年、1987年、1988年、1989年。ありがとうございます。